皆さんこんにちは、女神クリエイター林ひろこです。この動画では2024年3月の数日についてお話しします。どうぞよろしくお願いいたします。また、各エンジェルナンバー別の、ね、動画、個人の数日別の動画も後でアップしますので、ぜひ、ね、合わせてご覧になってください。この動画ではご自身の数日関係なく、全体の、ね、流れ、皆さんがこう影響するような社会全体がどんな流れなのかみたいなことを数日について、数日を通してこうお話ししたいと思います。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、で2023年3月に巡ってくる数字ですね、数日はこちらになります。11っていう数字が巡ってくる月になります。で2024年っていうのは1年間を通してみると8という数字が巡ってくる年なんですけども、8っていうのは1から9までの数字の中でもう本当に後半ですよね。で9で最後終わらせて完結させて、でまた手放して次への準備するみたいなね、そういうこうね、まあゴールみたいなものがあるんですけども、8というのはゴールの手前の、まあ言えばクライマックスみたいな、そんなタイミングになります。なのでそのクライマックスっていうのは過去のまあ言ったら7年間ちょっと、それがまあ言ったら結果として現れるみたいなね、そんなこう数字としてもこうね捉えることができると思うんですけども、ですから、今年というのは過去に、まあ、種をまいたことだったりとか、努力したことだったりとか、まあ、準備してきたこと、そういうことが、まあ、現象化しやすいっていうふうに言うことができるし、また評価されたりとか成果が出たりとか、8っていうのはね結構豊かさを表す数字としても、まあ、有名で、ね8が来る時ってなんか運気がいい時みたいなね、そんな風に捉えることも多いような、そんな数字の年です。これが社会全体に流れますので、すごいねなんかこう成果が出たりとか、今まで研究されてきたことが、まあ、形になったりとか評価されたりとか、そういうことも社会全体においてこう現象化するんじゃないかなっていう風に言うことができます。はい、でそれはもちろんね個人レベルでも起こるようなタイミングだと思いますけども、それがもちろんねいいことだけではないっていう可能性、ただ形になって、まあ、目に見えると、あこれはこういうふうに使えるなとか、あこれはなんか方向性違ってたなとか、なんかそういうこともねなんかこう分かりやすい。ですからそれを見てある程度、まあ、決断するとか判断するっていうのも必要になってくるかもしれないし、またねどの流れに持っていくか、嬉しいことがやってきたらちゃんと自分のエネルギーをしっかりと出していくってことが大事なんですけども、それをどこに流していくかっていうのもすごく重要になってくるような、まあ、そんな1年かなっていうふうに言うことができると思うんですけども、その中で2024年の、まあ、スタートのタイミングが先月2月でした。全部足すと1になる月だったので、まあ言ったら新たなスタートライン、今年どんなふうにこうしていこうとか、何を種、どんな種をまいていこうとか、なんかそういうことが、まあ、できるような、そんなタイミングでした。ですから新しい情報がまあやってきたりとか、何かがねなんかこういうことをスタートさせたりとか、システムとか、まあ、ルールとかそういうのが、まあ、社会全体でねできてきたりとか、またなんか計画がスタートしたりとか、なんかそういったことが、まあ、2月では行われたんじゃないかなっていうふうに思います。で今までとちょっと流れが変わったなみたいなね、空気感も結構ね変わるようなタイミングでした。はい、いかがだったでしょうか。で今月3月ですね、3月はそれをまあ言ったら改めて見るみたいなところ、なんかこう最初の始まりっていうのは何かしらのこう衝動だったりタイミングだったり、まあ、ご縁だったり、なんかいろんなところがね、なんかこう今までなかった衝撃から始まるみたいな感じですけども、そこでこのまま進んでいいのか
みたいなことが今月11の時ってこうやってきやすいって言われています。なのでそこで、まあ、ある意味ちょっと考える時間だったりとか、あ、なんかちょっと方向性が違ってたことに気づけるような、そんな時間、そういうものが、まあ、設けられたんだっていうふうに思っていただくといいと思います。1という数字は方向性を表します。ベクトルですね、矢印の形、それが、一本のね、まずスタートする1っていう、こうところから、今月はこの1が2つありますっていうことは、ここを揃えないとうまくね、こうエネルギーが流れていかないですよね。こっちの位置がこっち向いて、でもやっぱり気持ちはこっちだみたいなね感じだと、こううまくいかなくて、こう精神的にね結構しんどくなるみたいなね風にも言われるような数字です。でも揃えてると、まあ、言ったら天からのねメッセージがやってきたりとか、まあ目に見えないものの応援があったりとか、何かしらすごく自分の現実的なことと、まあ、見えないことと揃えてスタートさせると、すごく強い大きな矢印になりますよね。なのでそういった現象が社会全体に起こりやすい、まあ言ったらちょっと一瞬、え、これでいいのかなとか、自分の気持ちはちゃんとついていってるのかなとか、そういうふうに社会全体が悩んだり、あ、間違いないって言ってすごく強くなったり、そういったエネルギーが流れていくと思うんですね。なのでそこも私たちは影響されるので、じゃあ自分はどうなんだろうっていうふうに、ちゃんと現実的な問題、そして目に見えないこと、精神的なこと、そういうことを両方とも揃えていくと、すごい力を発揮する。また何かメッセージをもらったりとか、すごく直感が働いたりとか、なんかそういったものも使えるような、そんな1ヶ月に、はい、なりそうです。ですので、またね3月っていうのも切り替わりの時です。そこでちゃんと自分を置いていかないように、自分の気持ちを置いていかないように、そしてもちろん現実も大事にしてこう過ごしていくこと、これから社会全体もいろんな、なんかこう形ができてくるというかね、目に見える現象化みたいなものがすごく進んでいく、すごくまた勢いに乗っていく、そんなところに私たちは立っているので、そこにまいたらこう翻弄されないで、しっかりと地に足をつけて、そして意識はちゃんと天に向けてこう受け取ってっていうことを意識していただくと、とてもいい1ヶ月になるんじゃないかなと思います。はい、ぜひね周りのことに振り回されずに、答えは、まあ、自分の中にあるっていうことを思い出して過ごしていただけるといいかなと思います。はい、参考にしていただけたら嬉しいです。またね各エンジェルナンバー別の動画も合わせてご覧になって参考にしてくださいね。はい、またチャンネル登録や高評価ボタンを押していただけるととてもとても嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。またよかったらね、気軽にコメントを書いていただけるととても嬉しいのでお願いいたします。はい、それではまた失礼します。ありがとうございました。